諸国名所百景公衆屋建杉二代目広重が、二代目歌川広重は、江戸時代末期から明治初期にかけての浮世絵師、記載立幸として知られる。初代歌川広重の門人、聖は鈴木の地に森田、名は陳平。一遊祭、一リッター祭、立祭、立、小、記載と合す。初代歌川広重と同じく定引家指導神の息子であった。 高下の頃初代広重に入門し、はじめ戦と称す。美人画や花長が武者絵を描き、やがて風景画も描くようになり、徐々に初代の作域に近づいた。また、横浜井なども描いている。安政5年に初代が没すると、翌安政6年、広重の幼女を立つの婿になり、二代目広重を襲名する。この時を立つは16か17歳であった。 慶応元年、お達22歳の時に20歳という年齢差が、災いしてか、夫婦喧嘩によりお達と離別することになり、以後は森田生を称した。横浜に移り住み記載立幸と合し、外国輸出用の茶箱に重付するためのラベル絵を描いたので、人々から茶箱広重と呼ばれ、特に外国人からは重宝がられたが、後に新橋滝山町に移った。 安政6年12月に描かれた諸国名所百景美衆名古屋新鋭では月夜に浮かぶ名古屋城の天守閣城にある金沙地を大胆にクローズアップしている。初代、広重の晩年の揃い物、名所江戸百景にも参加し、全百二十図のうち赤坂霧畑宇宙有形には二世、広重がと冠している。さらに、会員が安政6年4月になっている。 一ヶ谷八万、上野三家、陸に橋折中三点の作者も二代広重であると、される。また、律、章の楽観では、横浜絵や、買い替えを残した。肉筆画では、安政頃制作の、ゆうくんが知られ、重戦筆の楽観に、重戦の主文方位を押している。画風は死に習って歌川派様式の美人を描いており、恩和であったとされる彼の性格がうかがわれる一品で、 ある。明治2年9月17日死去。去年44。墓所は赤坂一月の西岸寺。法名はホホマレジュリン神事四代目歌川広重こと菊池木一郎は二代目広重から絵を学んだと言われている。ありがとうございます。